というわけで今日の1本目はですね、監督がテレンス・マリックでですね、で主演がベン・アフレックで、トゥー・ザ・ワンダーですね。はい、でトゥー・ザ・ワンダーですけども、これがですね、まあ、テレンス・マリックという人はですね、まあ、天国の日々だと、とかっていうと、映画撮った、あのもう伝説の巨匠と言われてる人ですけども、まあ、でその天国の日々って映画がすごく評判良かったにもかかわらず、そこから20年ぐらい映画撮んなくて、新レッドラインって映画でまた復帰するんですけどね。でまあその新レッドライン復帰してから割とまあコンスタントに映画撮ってて、でトゥーザワンダーっていうのが今のところ、あ、この間最新作がやったらしいから、まあ、1個前ですけども、まあテレンス・マリックの方で言うと新しい作品なんですが、でこれを見たんですよ。で大ちゃんがテレンス・マリック大好きで、トゥーザ・ワンダーも劇場に見に行って、もう素晴らしい映画だっつって言ってたんだよ。でも DVD 持ってないじゃないっつって言ったら、バカ野郎、ブルーレイで欲しいじゃないか、ブルーレイは日本版出てないんだぞっつって言って、あ、そうなんだっつって言って、だから俺は持ってないんだ、なんでブルーレイ出さないんだって、もうまた一人で怒っててさ、でいつか見ようと思って見たんだけど、これね、点数あえてつけるとですね、もうほぼほぼ100ですね、この映画。うん、お話はベン・アフレックがアメリカ人の男でいてさ、でそれでニールっていう男なんだけど、でマリーナっていう女の人とフランスかなんか出会って、で恋に落ちるんだよ。でマリーナって娘がいてさ、でその、親子2人を連れてニールがアメリカにこう帰ってくるんだ。で帰ってくるんだけど、娘がまずそこの環境に馴染まなかったり、そのマリーナもなかなか環境に馴染めなかったりして、こう2人の間にこう亀裂が生じていっちゃうんだよ。でさてどうなるかっていうお話なんだけど、だから本当単純にラブストーリーではあるんですよね。本当トルストイとか書きそうな、こうアンナカレリナみたいなさ。そんでこれまあそういう単純なお話にもかかわらず、映像がですね、これ、撮影監督がエマニュエル・ルベツキっていう人で、最近だとですね、ゼログラビティとか撮ってる人ですね、トゥモローワールドとかニューワールドとか撮ってる人ですけど、ジョー・ブラックよろしくとか、あ、この人いいですね、アトランティスの心とか、もう名画ばっか撮ってるわ。そんでそのルベツキがやった撮影方法とかっていうのがなかなかちょっと個性的で、ほとんどね、映画約2時間弱の映画なんだけど、ほとんど主人公とか登場人物のね、モノローグなんだよ。心の独白だけでほとんど映画進んでいくの。だからダイアローグで会話がないんだよ。例えばマリーナ、それを例えばそのケチャップ取ってくれとかって言うんじゃないんだよ。ほとんど映像のこう、ほとんど なんて言うんだろう、映像だけでタン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 と見せていくんだよね。だから単純な、なんで私がこんな環境にいなきゃいけないのとか、そういうこうやり取りがないから、結構ね、見方によっちゃ結構難解な作品にも見えるらしいんだよ。どうやら実験的な作風って言われてて、でもこれさ、筋単純だから黙って見てると本当に映画の中入ったようなこう心地よい空気感に本当包まれるんだよ、見てて。だからね、僕この映画大好きでさ、で結局もうほとんどモノローグだけって言ったでしょ。そうするとさ、ニールって多分英語しかできないらしいんだよ。でマリーナとその娘はフランス語で会話するんだけど、ちょっとさ、不在、相手がいないっていう、そばにいるにもかかわらず気持ちの不在みたいなところすごく伝わってきて、親子2人は会話するんですね、フランス語で。だけどそのニールと娘は直接的な会話できないんだよ。娘はフランス語で喋る、語りかけるけども、ニールはそれを英語で返すしかないわけね。そうすると会話が成立しないんだよ、そこで。でモノローグっていうのがあるとさ、会話がほとんどないっていう状況で、もう一個ね、神父の話が入ってくるわけ。ハビエル・バルデムがやってる。でこの神父も同時に神の不在っていうことを感じてるんですよ。ってことはみんなそれぞれ不在を感じていて、個人っていうものとその神っていうものが同じこうベクトルっていうか、同じラインに並ぶ瞬間がやっぱやってくるわけよ、映画の中で。そうするとさ、ツリーオブライフって映画、この前にテレンス・マリック撮ってて、僕テレンス・マリックの映画ってほとんど好きなんだけど、この映画だけ大嫌いで、暗くて暗くて、親、厳しい親父がいて、そこの親父の元で育った兄弟の話だけど、単純に見ててさ、そんな親父に文句一つ言えよと思うんだね。俺も文句言えないけど、うちの親父おっかないから言えないけど、親父ぶん殴ったっていいんだと、本当はそんなものはね。でもそれできない気持ちは分かりつつもさ、嫌な映画で大嫌いなんだよって、大ちゃんが好きだっつって、名作だって言うんだけど、
こんなカメラ揺れ揺れでもう見てて酔っちゃうの映画嫌だよって俺言っててさ、でもやっぱツリーオブライフと違って、ツリーオブライフって恐竜とか出てきてこう地球の歴史みたいなとこまで俯瞰するんだけど、それだとちょっと大きすぎるんだ話がいくらなんでも。で漫画とかでもよくあるけどさ、結局内面の世界って突き詰めると宇宙が広がるみたいな話って、なんで宇宙なんだろうっていつも思うんだよ。アキラとか読んでもなんで宇宙なのと、全然違うものじゃないと、その気持ちの広がりってそこまであるっていうとさ、ちょっと危ねえって思う時もあったりとかして、でやっぱね、ツリーオブライフ、ツリーオブライフじゃない、今回のトゥーザーワンダーってそこまで行ってなくてね、で映像とかストーリーっていうのはもうちょっとこう分かるやつだけ分かればいいっていうところまで突き詰めてあって、すっごく気持ちいい映画ですから、これ絶対見てください。これでも一つ懸念してあるのが、これねロッテントマトっていうサイトで支持率が121件レビューついてて 41% しかないらしいです。だから世間一般好き嫌いが分かれるとね、世間一般ってものは信じてないし興味はないけれども、まあまあ多分つまらない映画って言われてるらしいので、ちょっとその辺は自信ないですけどもね。でもまあこの感覚感性をつかめ合う人ってことですけど、映画なかなか気に入る人もいると思うんで、ぜひぜひちょっと見てみてください。はい、絶対おすすめの一本ですからねこれね。はい、というわけで今日の一本目はですね、監督さんがテレンス・マリックで、主演がベン・アフレックで、トゥー・ザ・ワンダーでした。